もだらけです。今日は、アスターネットワークというねトークンがあります。それについて、将来性と特徴を、話していきたいと思います。なんでこの時期にアスターをですね紹介するのかというと、3日後のですね26日にビットバンク、日本の取引所であるビットバンクに上場します。ここで日本初となる日本の取引所で、取引ができるということで、結構話題に最近なっておりますので、そのビットバンク、もしね、使いたい方は僕いつも紹介しておりますので概要欄の方に載せておきます。このビットバンクが、日本の取引所では一番ね使いやすいと僕は思っておりますので、ぜひアスターを買いたいなとか思う人はですね、買って登録してみてください。ものすごく手数料が安いので、ビットバンクはものすごくおすすめしております。でちょっと心配な方はですね、ビットバンクという取引所がどういった取引所かというところを、動画にねまとめておりますので、そちらの方も概要欄に一応載せておきます。そしてですね、このアスターなんですけれども、まずこの創設者ですね、これを作った人が、渡辺壮太といって日本人なんですね。でこの日本人なんですけども、今シンガポールに拠点を置いているということなんですね。はい。でどういう話題性があるのかということなんですけども、最近で言えばですね、スクエニだったりアマゾンとコラボしたり提携したりということをやっております。だから話題性としては結構あります。でそして、何より一番ね印象深い特徴としてはポルカドットですね。ポルカドットのパブリックチェーンの一つであるということなんですね。要はポルカドットを強化する、素材としてものすごく活躍している。なおかつポルカドットとパブリックチェーンを結ぶことによっていろんな情報量がいただけるということで、アスター自体にもプラスになっているということになっております。はい。パブリックチェーンというのは、いろんな国にですね、計算をするね、仕組みですね、システムを、拠点として置くんですね。それが100個あるわけですよ、今。ポルカドットは100個あるんですけども、その100個のうちの一つに選ばれたということになっております。はい。ですので、唯一無二の日本の企業家が作った、アスターというね、トークンを運営しているこの渡辺壮太氏ですねが、使っているそのアスター自体がですね、そのポルカドットのパブリックチェーンにこれは抽選にはなるんですけども、そこで選ばれたということで、ものすごくですね今後期待できるというふうになっております。はい。で日本の企業のそのビットバンクですね、ビットバンクの取引所に上場するということはどういったことかというと、日本の取引所自体はですね、金融庁の許可が得られないと取引所としてね活動できないわけですよ。ですけども、そこに上場するって結構なハードルなんですね。はい。外国の取引所、例えばバイビットとかいろいろありますよね。そういったところっていうのは結構ね、審査が甘かったりするわけですよ。ですけども、金融庁のその審査を通らないと、なかなか上場できないその日本の企業、しかも、僕がものすごく推しているビットバンクに上場するということで、ものすごくね、これは期待しております。ちなみに僕はね、買おうと思います。はい。で、今後なんですけども、将来性ですよね。どういったところがあるかっていうと、まず、この運営者であるこの、渡辺壮太氏が言っているのが、今後大きなアナウンスをもうすでに3つ用意していると言っております。公言しております。それは本人の、ツイッターでね、述べていますので、詳しく知りたい方はですね、この渡辺壮太という方の、ツイッターをですね、見てもらえればというふうに思うんですが、その3つの大きなアナウンス。今までですね、アマゾンとかスクエニとかですね、ポルカドットにパブリックチェーンに参加したとかですね、それだけでも大きな記事ではあるんですけども、さらに、そういったことを考えているということですね。
はい。で、日本を代表する通貨っていうところで考えるとですね、IEO でできたトークンであるパレットっていうのもあります。ですけど、そこにね、型を並べる、もしくは、まあ、全然それよりもですね、価格を伸ばす可能性があると思われるのが、今回出てきたこのアスターになってくると思います。はい。まあ、過去で言ったらですね、モナコインっていうのがね、あったんですけども、もうモナコインはもう全然もう今死んでるような感じになってるんですが、まあ、このアスターについてはですね、この若い起業家がどん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 進化をね、求めて、日本の企業ともタイアップをしていくということを公言しておりますので、まあ、ものすごく期待はね、期待値としては高いのかなというふうに思っております。はい。まあそんな感じですね、今現在ちょっと先に言おうかなと思ってるんだけど、このランキングですね、としては、まあ、232位にいます。時価総額ランキングですね。で、現在価格は5.6円ほどなんで、まあ、ものすごくですね、今お手頃な、感じになっております。で、まあ、3日後に上場すると言ったんですけども、まあ、僕、まあ、裏技ではないですけど、まあ、みんな知ってると思うんですけども、まあ、海外の取引所で買って、でですね、ビットバンクが上場してビットバンクに移すというね、こういう作業もできます。はい、なんでそういうことをするかというと、やはり日本に上場したらですね、日本人が買う可能性がありますし、上場したばかりって結構混雑したりしますので、早いうちに安いうちに買っといて、でその上場してから、保有した状態で持ち続けるというね、そういうトレードの仕方もあります。その場合はですね、まあ、唯一僕がね、海外の取引所でお勧めしているのがバイビットになりますので、まあ、バイビットで買っといて、上場する前に、日本人が群がる前に買っといて保有するという手も一つありかなというふうに思っております。はい。まあ、そういった形でですね、将来性もありますし、まあ、今後を見据えた時に、まあ、ゲーム系ですね、ゲーム系と特に、コラボ、していくんじゃないかなというふうにも思っておりますので、まあ、今後期待をしてね、見ていきたいなというふうに思っております。はい。で、まあ、直近なんですけども、直近ではですね、5.6 円ぐらいをつけて、あ、じゃあ 5.9 円か。ぐらいをつけたと。そこから、まあ、少し落ちてきたよね、と、今ね、なっているんですが、もっと長い目線で見るとですね、一時期はですね、39円とかですね、それぐらいまで上げてるわけですね。で、全体で見て、最高値が39円ですので、この最高値は抜いてくる可能性全然あると思うんですね。はい。って考えると、そうですね。まあ、6倍から7倍ぐらいかな。は、まあ、余裕でね、こっからしてくる可能性があると。で、まあ、よくね、YouTuber とか、まあ、いろんなところで言われてるのは、まあ、100円台はね、普通に突破するよね、この、システムは。このサービスは。というふうに言われております。まあ、500倍って言ってる人もいたんですけども、まあ、そこはね、まだね、今のところ、その、現実的ではないですけども、まあ、このポルカドットというものがですね、まだまだ、ポルカドット自体がまだ成長する可能性がね、いっぱい秘められているものですから、ポルカドットがもちろん人気が出ると、このアスターも人気が出るというふうになってくると思います。はい。ですので、そこの連動性はあると思いますし、まあ、どちらもアスターにしてもポルカドットにしても将来性はものすごくあると思いますし、期待されておりますので、まあ、少なからず今買っとくっていうのは、まあ、かなりの確率でね、利益を得られる可能性があるんじゃないかなと思っております。はい。まあ、ちょっと長々とね、順番とかもね、決めずに取って情報をまあ、どんどん話したので、まあ前後したりしていると思うんですけども、まあまあまあ大まかなね、将来性や特徴というところを話せたかなと思いますので、まあ、ぜひね、検討してもらえたらというふうに思います。はい。で、冒頭でも言った通り、このアスターが上場するのはビットバンクという企業で、まあ、もしね、僕と一緒の、僕もこれおすすめしている取引所ですので、
概要欄の方にね載せておきますので、まあ一緒のを使いたいなと思う方はね使ってみてください。はい、でちなみに言うと、僕はアスターとかビットバンクの回し物ではありませんので、そこだけをご理解ください。まあ純粋にいいなと思って純粋に紹介しておりますので、僕自身もですねこれ買いたいと、アスターは上場したら買いたいというふうに思っておりますので、まあ、ぜひね、その辺はご検討ください。はい、ということでね、この辺で終わりたいと思います。爆上げでも利確できず暴落しても損切らない。気づいた時にはもう乗り遅れてる。無駄に取引し手数料だけマイナスなやつ、メンタル弱すぎてリスク取れないやつ。